一条金貞は、戦国時代から安土桃山時代にかけての、戦国大名、区下。土佐国史であり、キリシタンでもある。土佐一条氏の事実上の最後の当主。十三味、一条坊元の子。天文十二年一条坊元の着難として生まれた。天文十八年父の坊はじめが自殺したため七歳で、家督を継いだ。 このため、土佐一条市出身で関白となっていた王王子の一条坊通が、養父となって貢献した。坊通が亡くなった、工事2年以後に元服、坊通の後を継いだ義兄の一条兼冬より変忌を受けて金さだと名乗った。永六元年に、伊予国の宇都宮豊綱の娘をめとるが、永六7年に離別して、文護国の大友義重の長女をめとり大友氏と結んだ。また、 伊予国の派遣をめぐって、永禄1 1年には、豊和賀を支援して、伊予に進出するが、秋国の毛利氏の遠兵を受けた河野氏と戦って、大敗した。また、京都の一条家本家とも次第に疎遠になってきていた。この頃から、土佐国において、長祖壁元地下が台頭すると、妹婿の秋国虎と交応して、これを討とうとしたが、永禄1 2年に、 国とらが逆に元親に撃たれた。その後は、長我壁氏によって、領土を侵食され、また、筆頭画廊の土井、総三とその一族を、無実の罪で殺害したために辛抱を失い、他の三家廊である、羽生剣持、田目松、若狭守、安波泉守などの抗議によって、天正元年9月に隠居を強制された。土井一族殺害については、 金佐田の名を語る長祖壁家臣の吉ラオヤの密定の仕業、三加老の防御による暴略、長祖壁側の暴略に気づいた三加老が、主君金佐田を学府である九州の大友氏のもとへ逃がし作である、などの諸説があるが、いずれも定説ではない。なお、この際に、本家より、議定の一条忠元が訪れ、金佐田の着手、 万千代の元服を取り行い一時を与えて、内政と名乗らせている。天正2年2月に追放されて、文後薄木へ逃れ、大友氏を頼った。数ヶ月の後には、伊予高森城の城主で、宇都宮市旧心でもある、梶谷影則のもとに赴き、土佐国攻略のための兵を募っている。一方、金貞の追放を尻憤害したか城主の、か左衛門のは、 平素から土佐一条四郎神に反感を抱いていた、大木左、共信、大塚屋義右衛門、江口玄馬、橋本泉らと図り、挙兵して、中村を襲い老神らを討伐した。しかしこの混乱に乗じ、反乱鎮定に名を借りた長我壁氏により、中村を占領されることになった。翌天正三年に宣教し、ジョアンカブラルから洗礼を受け、キリスト教に入信した。洗礼名は、 ドンパウロ。同年7月、金貞は、最高を図って、大友氏の助けを借り土佐国へ進撃したが、四万十川の戦いで大敗し敗走した。以降勢力を回復することはできず、戦国大名としての土佐一条氏は滅亡した。その後は、瀬戸内海の都島に陰性したが、急進であり、一条氏の縁者の入江コンに暗殺されかけ重傷を負った事件や、 生活の苦心がアレッサンドロ・バリニャーノの書簡などから伺える。天正9年、バリニャーノは京都から長崎への帰路の途上に金沢を見舞っているが、その際、金沢は熱心で新人深い信仰生活を送っており、バリニャーノは簡単したという。天正13年7月1日に都市まで死去。諸家伝による。ありがとうございます。